第35期法政越リーグ司会実況の日吉達也です。解説は瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊さん、よろしくお願いします。お願いします。対局の準備ができているようです。第35期法政越リーグ第9節 D 卓4回戦東杯の開始です。第35期法政越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。4回戦はちいちゃから藤原、なんちゃ古橋、シャーチャ西川、ペーチャ佐々木の並び、トンの曲ドラはウーマンです。さあ2回戦終了時は横並びだったポイントも佐々木の大きなトップでまた大きく変動してまいりました。さあ間もなく、はい出ましたね、現在のトータルポイントが上に出ております。これに、第8節各4選手のポイントをプラスマイナスしてということになりますが、佐々木がこれで70ポイントちょうどかに戻ってきましたね、うん、もう1回トップ欲しいですか。そうですね、絶対トップ条件ね、うん、ここはトップ取れれば第10節の結果次第では4位以内に入ってくることもできるかもしれない。100人乗せて、なおかつ西川さんを超える、はい、が第一の目標と、はいはい、西川もよく粘ってるなというような印象がありますが、こちら親の藤原さんと古橋さんはちょっと寒くなりましたね。これ以上のマイナスはちょっと受け入れがたいですよね、はい、しっかりと抑えることができるか、あるいはポイント回復することができるか、はい、そのあたりも注目。こちらが古橋、ピンフのイーシャンテンはスチソロキュマンの両面両面、この西川の手がすごい、ドラトイツ形もいい、これをまとめ上げて、あ藤原さんちょっとピンチですね。周りが良すぎる、良すぎる、本当に良すぎるんですよ親とはいえこの手牌ではちょっと戦いづらいか。佐々木もいい、いや圧倒的に見劣りしてしまう。七八九目指してましたけど、ここで急走切り、うん、安全牌の白を確保、うまくいった。ただこれドラが1枚出てしまう可能性は、まあテンパイ取らずでしょうね。なるほど、おそらく、うん、3ピン入った時にどうするかぐらいですか。はい、それでも取らずありますか。取らずありますね、うん、まあ取らなくとも十分、はい、いやー来た6球層がちょっと薄い。藤原粘りに出るこの親番仕掛けて、イーシャンテンはカンリャンマンサブローソー、佐々木はただこれペイとトンを残しましたから初を仕掛けられて、テンパイだ、なんと一番乗りは藤原、おお、さすが緻密な仕事し、おお、しかもこれ2枚残、3枚残、2枚だ、失礼、2枚残ってる、差し子の変化もありますからねこれ、はい、入んないですねここ、入んない、来た、こっちで来るか、数万は藤原受けれる、はい、ただこの裏筋は結構止めづらいですね。宣言牌が3なんで九州、あ、いい勝負になった。しかもこれウーマンが2枚ありますからね。いやー、しかし西川だ、藤原の大物手に変化した途端西川が決めてきた。数万一枚吸収されましたが、チーマンのつも上がり、リーズもドラドラに23,900のつも上がりは、西川この最終戦いい出だしになりましたね。そうですね、あのオーラスのねやっぱ吸収つもが、はい、そのまま来たかなみたいな感じになってますね。本当に厳しい展開の中よく耐え忍んで、わずかなマイナスでこらえていた西川、この4回戦はまず先制攻撃に成功。このハンチャントップを取れば猿川前田に肉薄します、はい、まあ、そういった意味ではね、久保さんも西川さんも大事なハンチャンですね。そうですね、まあ、全員大事ですね、全員大事このハンチャン4着、まあ、いつのハンチャンでももちろんそうですが、はい、このハンチャンの4着だけは絶対に嫌、それはもう全員そう。さあ、トンの2曲、親勝手、裏足、こちら、ドラがチューン。西川、また手の形はいい。佐々木、古橋にドラのチューンが1枚ずつある。
藤原シャーがあんこ、マンズとピンズがちょうど半分ぐらいずつ、まあこういう手はピンズに寄せないと高くならないですからね、このルールは。うーん、ちょっと厳しくとも本一に向かっていきますか。うん、そうですね、あんまりリーのみを向かうのが意味がないんですよね。うん、なるほど。うん、ここですよね。ここでウーワン数はありますよ。がしかしまずは何から、うん、うーん、親とはいえこちら厳しいぞ。いやー、奇痛感もある。789や678もある。佐々木も2ピン引き入れた。123や2差しポイント上位の西川、佐々木の手が順調に進む。古橋もチーピン引き入れて対抗が、しかしこれは別にあんまり嬉しくない。ああ、久さんの中短切り位置すごい成功しそうですね。おお、なるほど。二山ですか。二山引くかもしれない。なんなら三色入ったらでも一回闇手にするかもしれないですね。三色待ちますか。三色待つかもしれないですね。どうせ出ない牌と思えば。三万切り。ここでキューピーに手をかける。佐々木もこの形が動かない、はい、そして3ワンがもう2枚見えましたからね。うん、あ、ドラチューンここに来ましたね。これは西川以外の3者にドラのチューンがある、はい、これは西川さんチャンスになってきましたね。そうですね、ドラが割れた。誰が重ねるんだ。重ねたらチャンス。いや絶好。イーソーはあれあれれれれ、イーソー4枚ですよ。4山ですか。あらあらららということは、ね、佐々木がイーソー引くかもしれない。あ、来た。これならチュン切りもない。失礼、はい、ドラ短期値段が違いすぎるね。ドラ短期の佐々木の先制リーチ。こうなると古橋あるいは藤原はドラを重ねない限りは前も上がれない。まあパッと見やめですよね、古橋さんの手は。うん、まあもう9ピンですもんね。はい、ここが行きますよ。西川一応パーピンから現物から。そして西川のイーソーが3枚4枚残ってるのは3枚になりました。あ、1枚減りましたね、はい、失礼しました、はい、チェック済みです。さすがです、はい、助け合いの精神で本日お届けしてまいります。大事なことですよね、助け合いは。まあまあ大事ですよね、はい、うん、まあこの2人で助け合ってるのにはいいと思うんですけどね。視聴者に相当助けてもらう。あのコメントに助けられない解説が結構もう自分で不安なんですよね。また嘘ばっか言ってんだなかと。ツッコミの一つや二つはね入れていただかないと。きたーリーチだ。イーソー三枚、西川勝負手に仕上げた。ただ佐々木のチュンだってまだある。今日は佐々木ラスハイみたいなのいっぱい上がってますからね、はい、これはいい勝負ですか。どうだ。うわあ、マイス。ああ、三番ですか。まあ、今も引いてました ね。ただここは打点を取りに行った佐々木。そうですね、これはまあこのルールによって普通のリーチですけどね。まして100ポイント欲しい状況ですからね。はい、もちろん、はい、ここは大物手で勝負に出た佐々木ですが、西川が追いついてきたぞ。いいそういそうだな。しかもこれいたー。西川の連続攻撃、大物手がガンガンに決まっているぞ。先ほどに続いての
リーチピンフツも一気通過2004戦2003球に続いては2004戦持ち点一気に5万点間近で親番を迎える。前田さんと猿川さんしっかりしてくれよ。本当ですよ。これだって西川すごいよ17、29だ。29、はい、もう並びぐらいですよね。本当に下だ。2人と並び、はい、ピタリ下。あーでもわー、あーでもドラ、ドラ9万、はい、純ちゃん、ドラドラ純ちゃんですか。西川の名前知ってます瀬徳馬さんうまいな、ポロッと入れてくるものそうやって使い方がやっぱ違う。なるほどね、知らない顔してやるっていうのがコツか。勉強になります。今言った瞬間言われるの失敗して西川純ちゃん、しかもさっき言いそうが言いそうとか自分で言って何言ってんだ俺とか思って全然そういうつもりなかったんだけど、ダジャレ事故ですよね。そう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 、ダジャレ事故あります全く言うつもりなかったね。あの、なんで事故を起こすんですよ、よく僕全然自分で言わないですけど、うん、なんでこんなにまだ何がいるんだとか、あ、はいはい、あやべ事故ったなみたいなすげえ考えてたんでしょ全然考えてたなんと何を引いてきたとか、まあしょうもないことなんですけどね、はい、西川は言いそう地位から行きましたね、はい、純ちゃんだからね、純ちゃんです、はい、さあ他の選手3者はどうだ。今藤原ひとメンツ、でも不思議とさ、はい、すごい考えてきたやつって滑りますよね。滑る、うん、あのもう出しどこ考えすぎて、うん、どん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 時間が押してってもうここしかないと思って使って全然タイミングが違うっていう使い方、誰も気づかないからもう一回行ってみるとかねあと一回ハマるとすげえ繰り返してしまうという悪い癖もありますね。ありますね。うわードラドラでダブトン重ねてきたぞ。ただね 1,2,3 チーなんでこれは他者から出ないですよね、なかなか。トンは相手もこう勝負手にならないとなかなか、ただトンが2枚ある、ギリギリ戦えそうなのが佐々木、古橋はこれまだ白も残っていてドラの9万も浮いてるだけに簡単には前に出づらい。こちら佐々木がカンパッソウッパーソー2度受けのピンフのイーシャンテン、コメント情報によると泣かないと3ピン1ピン引いてたんですね、はい、おなるほど、なるほど、一メンツはできていたと。その代わりにトーンを重ねたといったところでしょうか。初切りたいがこれがやっぱりなかなか簡単には切り出せない。まあね、あの上がり2つ見せられたらそんな安い仕掛けではないですもん、はい、これも出ないですよね、もうやめますよね。さあこれで白を切っていく。ただこれチュン切って白切ってはだんだん西川の足音が大きくなってくる感覚になっちゃうんですよね、うん、そうですね。佐々木はただパースを引いたら一瞬間は勝負するかもしれませんが、うん、まあしかも両面地位ですからね、はい、なんかありますよ、はい、逮捕案件ですか。逮捕にならないですけど、うん、なんかありますよね、うん、普通の地位じゃないですもんね。まだね、関連層とかペンサンドだったら可愛いですけどね、はい、言いそうかよと。しかも言いそうじゃなきゃいけない理由があるわけですからね、うん、確かにそう考えるとドラが 1,2 枚ある、うん、ドラ2枚ぐらい、うん、まあ、マンガンは見えるなきですよね、うん、うまくいった場合に、はい、これは古橋かなり端に寄った牌が、ただこれチュンも吐く戻って、うわやめましたね、久さんやめました、やめましたね、珍しい。あ、藤原さんも急走がっつり抑えてたけど一気通貫できましたよ。これ急走ポンテンですね、ウーマン3万急走勝負だ。だって3万も行きづらいですもんね。これ3万が当たりになった。西川天杯ペン3万ダブトンチャンタドラドラ
12,000、この3万があと1枚あるかない。順から西、またうまいこと言ってるし西川の順ちゃんじゃないからな、これをな。西川順ちゃんは崩れてちゃんたの天敗ですが、これが順から陰を踏んでますよこれ藤原から 3万重ならなくてドラも重ならないので、藤原も厳しいっていうことか。っていうことは天敗連ちゃんの子、今うわあ危ない。でもさすがにね3は出ないですよね、うん、はい。まあ、この辺りはちょっと安心して見てられますよね、まあ、次にやばいの引いたら藤原さん天敗やめですね。壊しますか。やめますよ。まあね、これはね3が縮小と思うとかもかもしれませんが、思いつつもやっぱり3はね、はい、うん、お高くなってますから、はい、非常にお高くなってます。非常にお高くなってでもお高いんでしょ。はい、高いんですこれはどちらも現状山には当たり牌が残ってはいませんが、先にやめてしまう可能性が、あー、7嫌ですか。ノーチャンスだ。ノー、あ、しかもキューピンのノーチャンス、キューピンのノーチャンスです。はい、さあ山は残りわずかになってきましたが、これはでも藤原さんと古橋さんきつい展開になりましたね。きつい、この西川のブレイクはきついよ。うん、それをニヤッと北総M のは古橋、うん、そして藤原より下にいる5名でしょう。どうやら流局の濃厚藤原天敗のまま終われるか。うわ、これギブ、これは打てないか、はい、しょうがないですよね。まあ開けられて納得ですよ。選べないですもん。さあこれで流局、西川の一人天敗で流局となりました。西川大物手2回連発に続き、ここも大物手の天敗でしたが、今局は流局、ただノーテンバップで加点、トンの3局一本場。ドラは連想うん、そこそこいい、悪くないですね、はい、うん、一品から佐々木は白統一でドラ1枚、はい、藤原はドラが両面ターツ、チュンが第1つもで重なってきた。古橋もメンツはありません。初が重なる高級争いはまだまだ分からないですね。残り2節とはなりましたが、うん、また来週以降も熱い、いよいよ10節に突入しますからね。荒、はい、さんも2回浮いてきたんですね。そうです、うん、この石綿が昨日ですね、はい、マイナス 4.2 なんですけど、うん、本当にこうかっこいい麻雀だったんですよね、うん、ただこれが何とも結果につながらなかったのがちょっと悔しいところかなとも思いますが、まあね、一回でも A1 にいる人はやっぱ底力違いますからね。元 A1 だらけですもんね。今回は7人です、はいはい、ちなみに34期は8人いたんですよ、うん、あ、34期は8人、1人減ったんですよね、これ、ね、それでも7人いるんで、はい、うん、かなりまとまってるな。藤原イーシャンテンですね、チュンポンテンがかかります、はい、ただここもいいですよ、いいシャンテン。あらららら、ら親が来るぞ。これ6チッパーまで見たいんでしょうね。うん、なるほど。うん、あとはリューハートイトトシの
単品にスイッチ、スッチーピン重ならないとかですね、旬の後付け、ペンサンピンチ、まあ一応ね、チャンタンの振り替わりもありますね。イーマンやリャンマンを引くと受け替えも可能と、はいはい、あ、チュン捕まった。これは藤原の仕掛けがピリッと決まった、はい、チュンドラ1、これはテンパネですね。2600の一本場、2900の上がりとなります。古橋さんお先って感じですね。なるほど、はい、これで藤原が浮いて藤原古橋が沈んだままとかの構図はちょっといただけないですね。友達作りめっちゃうまいです藤原さんそうなんですね、すぐ友達作っちゃうんで。おお、うん、私生活でも人付き合い良さそうですけどね、はい、はい、まあめちゃくちゃ若手に人気ありますよね。そうですよね、うん、もう本当に今でも覚えてるのは、うん、まだ静岡にいた頃に、はい、こう新人の子が静岡支部所属で入ってきたんですよ、うん、でまだ全然名前なんか知らないだろうっていうようなこの藤原さん知ってたんですよね。この間入ったなんとか君どうだみたいな、うん、何でも知ってるじゃんと思って、逆にそれ本当にかっこいいことだなと思いましたね、うんうん、さあその藤原の手がかなりいいぞ。ドラも1枚ある。昔髪染めたんですよ藤原さんが、はい、その時増田にやってもらったんですよね、はい、それで、はい、金髪にやってもらって、はい、すごい2人して酔っ払ってやってたから、はい、まだらになっちゃって、はい、金髪が、はい、で次の日にプロリーグの運営に来て、はい、上の人にめっちゃ怒られた そうだね、そんな過去があったんですね。もう汚いまだらな金髪で現れて大丈夫かこの人とか思ったら案の定怒られた。捕まって藤原来いとさすがに運営サイドが、はい、その頭はないだろう怒られてました綺麗に染まってればまだどうですね、音がめなかったんですかね、まあ、白鳥さんぐらいやってればまあ大丈夫だと思うんですけどね。そんな過去もあったわけですね、はい、それ以来一度も金髪にはしてないと思いますすごいなんか苦い思い出になってると思います大目玉を食らったわけださあ今は西川がチューンを仕掛けてますね。これは2枚目のチューンを仕掛けています。古橋の手はやや厳しい。これが西川チューンを仕掛けてこちら、これ佐々木またあるんじゃないですか、ま、ね、はい、飛躍派ですからね、はい、一色の王様、うん、一気通貫もある。これでもまだ脳天ちゃんと先に固定するか。あ、固定したんだ。ドラ重なりはあまり見ずにと。藤原ハイパイ良かったが伸びてこない。ただね、ドラ数そうだから一色にはしなさそうですね。あ、佐々木ですね、はい、あ、確かにそうですね、十分ですもんね。どこ入ってもイーペーコー残ってもいつ残ってもこれでも別にピンフイーペーコードラ1みたいな、そうですね、はい、はい、まあもし変えるとしたらパーピン、あ、でもキューピンも2枚飛びですからね、もうやっぱ変えなそうですよね。もう、もう一回キューピン引くこともないと、はい、ないですからね。となるとこの形で勝負になりそうだ、はい、古橋がイーシャンテンパーピン仕掛けて西川テンパイサブローソー。うわー、これだけですか。これだけちょっと悩みどころですか。これでも9ピン2枚ですよね。9ピン2枚飛びですもんね。9ピン切りもある。ある。しかしソーズもある。9ピンか、ね、ここはさすがに、はい、魔王も悲しそうだ。どこかこれはさすがにこうだというような感じですね当たり牌いい番でうかい。うわー、これならどうですか。いやでも西川さんの仕掛けありますからね。うん、そうですよ。うん、なるほど、うん、仕掛けに対してやっぱ数層はちょっときついでしょう。うん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 、シャンポンとかに当たったら目も当てられないですね。はい、
これで藤原もやや引き気味となると佐々木チャンスありそうだ。サブロー層も結構薄くなってきたぞ。聞いた、やみてんかな。あ、リジだ。イーピンはバニ2枚、スーピンも出てますか。バニ1枚、はい。スーピンは手にゼロですね。ただまあただね、上を見るだけなんで、はい、上がるときは最大で上がると。確かにこれでサブロー層がまたものすごく薄くなったこの辺がね、やっぱ藤原さんとはすごい対照的ですよね。だって E ピンなんて黙ってれば全員こぼれそうですもんね。確かに。 うわー、まだあったか。ローソー E スーピンかなり残っていましたが、ここは西川押し切った。シュンドラ 1,2,000点の上がり、佐々木の反撃ならず。西川が上がりきって持ち点は5万点。佐々木の浮上を許さずに自身が加点。おお、これは本当にもう猿川の真後ろ、大変なことになってきました。フレッシュ雑音入ってますかね。なんかムム、うん、さあドラワッシャー難入ですね。何の曲や藤原、まずはこの上で原点復帰までは行きたい。お、メンツできていて初も統一、悪くない。パンマンから古橋はトントイツ。こちらこの4回戦絶好調西川、この手もなんかまとめてしまいそうだ。ああ、でもいいですね。いい3点、早くも今回は初ポン点取りますか。あの面前でも高くならないんでポン点ですね、はい。まあセオリーとしては、うんうん、面前で頑張れば4000オールとか3000オール見えるときは泣かないは多いですけど、それはいわゆるドライチあるときとか、ドライチあるときとか、うん、または横伸びするときとか、うん、今もね引いたのがパッソーだと1通目指していくはあるんですよね。初1個目泣かずに、はい、はい、そうですね。その価値は出るんですけど、うん、瀬戸駒さんこれちなみに泣きます？老僧が白だったら、ロウソウが吐く、はい、吐く、ロウソウ引く前だったってことですね。これは泣きますね。ほうほうほう、うん、まあ一回おやつないでと、うん、お、古橋ダブナン重なったぞ。ポとウの間に1秒ぐらい挟みそうですけど泣きますポッ、うんと本当したくないけどまあしょうがねえと、まあ気持ちです、普通にポンと言いますけど、はいはいはい、そのぐらいのそういう感じで、はい、怒られてますかね、そういう。そうですね、はい、そんなことしてたらポンはポンですから、はい。これ古橋イースーマン入ったらどうするか、シンプルに天敗取りとするか、それとも本一向かうか。点数は欲しいところ。ああ、これですよ。ただもうローソー切っちゃってるんですよね、はい、一回スーピン切りますか。ついにネクタイが定位置だ。横になって横に向いてるんだな、ネクタイ。あ、これどうします。外した外した、はい、本一を目指す、打点アップを目指します。トンもまだ2枚ある。いや、これ決まりそう。なんか西川イーシャンテンからイーマン切り、佐々木の手は遅い。いや、これはフラッシュチャンス、フラッシュチャンス来た。あっという間の6球満。これは今出てもおかしくない。久々にうまくいった。あ、これはね、今ちょっとイーシャンテンの可能性高いですからね。はい、ターツ外しの順目なんで。いや、これ藤原だって危ない。うん、危ない、危ない、今は危ないです。はい、危ない、全員危ない。うわ、出たわ、出た、あ、出た。今日は古橋の本一がいいところで決まりますね。オーラスとかの本当にポイント厳しくなったところで、この本一でお上がることによって大きく回復します。これは嬉しいでしょう。めちゃくちゃ嬉しいはず、はい、どうですか、昔から知ってる中として。うん、何思ってますか。さすがだな俺って思ってますね瀬戸熊さん見てますか。見てました、天敗外しって思ってますよ。ダブナン本一8000の上がりで親番を迎える。これで藤原を抜き、さらには原点復活してますからね、はい、あ、いいじゃないですか。いいいいいい、これも難しいですね、うん、これも流派泣きたくなりますね。あ、ドラドラ
西川もチャンス。あ、魔王。なんと魔王南中統一だ。本一です。得意の本一いきます。俺の前で本一上等だっていう感じでしょうかね。俺の本本当の本一見せてやると。何が本当の本一かよくわからないですけど。これは本一抜きそうですもんね。三品統一の西川ですが、ちょっと残った形自体は厳しい。なんとこっから、はい、これが本当の本一ですね。一切隠してないですね、はい、身にまとうことなく。こちら古橋、うわ、ここもなんとかなりそう。うわ南中もう2つは泣けないという、うーん、ちょっと怪しさを出したかったですか。ドラ引き、これはそうですね。ただ佐々木仕掛け入ってますから、あんまりゆっくり面前に固執するのも、古橋さん今数走からですけどね、やっぱ三走怖かったんですね。三腕切りが効いてますか。ほう、ちゃんた臭いぞと、ちゃんたぞ、天三走とか間に合っちゃうの嫌で数走残しましたね、うんうんうん、これは三腕切り効きましたね。ちょっと両面決めるか。あ、決めた。うーん、これ初あんこにしてリーチ行きたい。うわ、来た、三色いいシャンテンだ。あー、チューンは出ない、藤原に行っては出ない。まあ魔王策を講じてますね。講じてますけど、泣きたいのがチューンとなんですからね、うん、はい、ちょっと難しいですね。両ウーパーマンはウーマンは拾えるかもしれないですけどね、はい、一応急走後にして、うん、怪しさを演出してる。怪しさを演出してますね。西川もチーソーとチーピンチーですか。問題ないさそうです。あ、チーピンも2枚入れですもんね。初があるぞ、まだシャーもある。初だ、切らずにトーン。ドラ引きですが、藤原の自敗がちょっともう打ち出しづらい。ピンフに変えますか。いや、シャアじゃないだ。ピンフだ。行くにしてもシャアだと思いましたけどね、うん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 。リャンウソーとサブローピン、僕もよくああいう時ピンフにしますけど、はい、今回はなんかチャーになりそうですね。うん、久々に泣かれるのもバカバカしいし、後でなんか横伸びが縦伸びになってまた流派ポンの形を取っておいた方がいいかなと思いましたけど、はい、うん、闇天にしたいってことですかね。そうでしょうね。リャンウソー闇天もあるってことじゃないですかね。うん、サブローピン3ピン引いた時に、はい、いやー、西川このイシャンテンが全く変わらない。佐々木も一つ仕掛けてから全く引けない。うん、両面すら引いてこない。そうこうしてる間に親の古橋がじわじわと手をまとめてイシャンテン。チーソーって多分まだこれ結構あれ4枚4山ですね。チーピンは2枚場に切れてて、この藤原に1枚あるので、うん、残り1枚なんですが、チーソーが今1枚いって残り3枚。トーンは1切れ。うん、佐々木ピクリとも動かず。そうですね、まあうまくいかない時もありますよね。うん、まあ仕掛けたはいいけど、まあ、これはしょうがないですね。3枚目のチーピンが打たれた。これは西川ちょっと嫌な感じだ。
藤原は徹底ガードですか。そうですね。引いたか、スーピンじゃダメ。まあ念のため龍、ああ龍はまだ切らない。うん、佐々木からいくつかちょっと手出し入りまし来た、一枚ありますよ。危ないですよ、このチーピンは。全員危ないんじゃないですか。危ないですよ、危ない。ただスーワンがちょっと目立ちますけどね。いやいや目立つ、はい、目立ちますよ。でも古橋さんは危ないです。一枚あるチーピン、これはションパイ、これはさすがにもう目立った。これはさすがにサイン出たか。初だ、うん、初はもうさっき、これは大目立ちですね。うん、藤原からするとこれで3人マーク、うん、はい、天敗だ。逆にこれサブローピンがないんだ、ここに。こんなに、ただ西川としてはサブローピン危ないかもしれない。ただ古橋さんチーピン絶対止まらない、止まらない。サブローピンはローピンが1枚あるかどうか。うーわー、うっそ、これはちょっとかわいそう。さっきの8000丸ごと横移動、あれさっきの6球満点西川が補充しましたよね、本一ダブラン、はい、それまたまた丸ごと返しちゃったんだ。そうです、はい、3色ドラドラ8000の上がり。古橋君ちょっと預かっててとありがとう、親の時だけ持ってて。かわい、そんなかわいそうな話あります。まあ難しかったですね。ターニングポイントは多分リハ統一落としのことかな、はいはい、そうですね、かもしれません。今思えば、さあ何の三曲。お、佐々木手がいい。ドラは何、ドラの名はこの古橋に一枚。またしても藤原の下に行ってしまった。藤原としてはまたがぜんやる気ですね。うん、そうですね、浮いてやれと。藤原さん浮き大事ですね、ここあと4000点。このまま終わると2人ともマイナスで、古橋と藤原の2人ともマイナスで終わっちゃいますから、はい、これは宅外の選手もそうですね、しめしめといったところかもしれませんが、ただ古橋さんのが藤原さんより30ポイント上で始まってるんでね、はい、うん。さあこちら西川、あーチートイーシャンテン親番です。佐々木ハイパイこそよかったが、なかなかちょっと噛み合ってきてない。一応三眼光などの、はい、まあ、メンツ手を含んだイーシャンテン、チートイツもイーシャンテンですが、数万一枚か。あ、チムがばらけた。ポンした。テンパイ取りますか。取るか、取らないかも。今日は取らなそう。取った、取った。親だからですかね、うん、そうですね、さすがに一回つなぎの曲にしましたね。チーピンと急走のシャンポン待ち、うん、この手を上がって親の連チャンさらに加点していこうという狙いの西川。ちょっと古橋は手になって ただ佐々木から数万を食い取った分だけまだマシかもしれませんが、今日の純くんはいけてたんですよ。いけてた、いけすぎて、さっきまではやってましたもんね結構。なるほど、うん、しかもこれ数万からって、うわ上がりがこんなに悲しく感じるなんて。6分の1、あら、チュン700オール。チーピンからとかならまだしょうがないと思いますけど、数万からのパターンが一番これ感触悪いやつですよね、はい、上がってちょっと嫌な感じしかしないです。いや普通はできないですよ。でも今日の西川さんはちょっとやりそうな気がします、ちょっただほんの少し迷いましたもんね。迷いました、ね、はい、うん、取らずもするんじゃないかと思ったけど、うん、
いやーいやいやいや、温泉オールだったら6万点突破してましたね。もう余裕で超えますね、サルカートマイド、はい、お佐々木もドラってヤンメンターズ豊富、普通はできないですけどね、普通はできないですね、一回やってもある価値のある感じでしたね、うん、あ古橋もいい、西川もあこれはみんないいぞ、藤原がやや厳しい、あドラドラ、うん、藤原やや厳しい、地風のシャア統一、しかし三者がいいぞ、あいいこれは来てる、誰だ、誰が上がるんだ、ただ今日ハイパイ悪くてもういきなりツモキ引いて、うん、その人が一番最初にテンパイするなんていうケースも多々ありますから、はい、浦さんもいいですね、おいいシャンテン、もう一声欲しいですね、ロウソクつけたいですね、はい、ドライチはもちろんその場合は3色なんかもちょっとちらりと見えてきそうな、うん、楽しいツモが嘘、ただこの形持ってるのは結構きついですけどね、怖いは怖いですよね、序盤はいいですけど、はい、2段目入ったらちょっと怖いですね、なんかただずっと持ちそうな気がする持ちそうですね、うん、危険、あこれで打つかな、高校スイッチャーの3ピンもあります、あまずは3ピン、うん、まだ3色の可能、はい、3色というかドラ受けの可能性を消してないっていうイメージですか、 う, です、ね、うわ来た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 、うーウーピンローピンもあるしウーワンローワンもあります、ピンズがいいですね、どうでピンズよしですか、6万が一番ロス少ないですか、スーワンリカバリー効いて、なるほど、でもね実際正解はこういう時ソズ切りだったりするんですよね、残してたがゆえに上がれないとかしょっちゅうあるじゃないですか、実際も多分今ソーズの選択は頭に入ってないですもんね、入ってないですね、実はでもソーズロースを切ってるのが正解っていう時も多いですよね、うん、これ実際パーソーがかなり薄いですね、ドラがあるんですよ、相当薄い、あの時にロースを切っておくだけはその時だけ上がれたとかね、うん、ただ狙いはしょうがないですよね、ウソドラで狙ってたロースですから、はい、うまくできてるんですよ麻雀って、なるほど、うん、佐々木ドラ打ち覚悟の、いやードラは絶対使うのペー切り、魔王が欲を出してきた、ほうパーソー切るのしか見たことないぐらいだったけど、ここはちょっとやっぱりトータルポイントも加味したた、うわドラドラになった、うわ、ウッパッソ全枯れぐらいになってきたんじゃないですか、これあとパーソーが1枚あるかどうかぐらい、まずここでスチーワンテンパイ入ってますもんね、あスーピン、しかもそれ E ペーコーの方じゃないですか、うん、なんすよ、だからこういうところのあのわびさびは難しいんですけどね、難しすぎる、ただ古橋さんはこれを覚えていかなきゃダメだと思います、僕あえて言わせてもらえば、厳しいお言葉、いやあのポコを成長株と見てるから言うんですけど、うん、なかなか、うん、ここでねいいハン落とす勇気が欲しいんですよね、あ毎回そのリャンハン手役とか高め狙ってる姿勢は素晴らしいんですけど、はい、これをやってると必ずこういう場面で上がり逃しが発生する、うん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 、これ実際スチーマンの上がりでもそこそこの打点力ですからね、うん、ポコって言っちゃったすいません古橋失礼しました失礼しました、フラッシュですね、はい、フラッシュプロ、フラッシュプロの成長を思うがゆえの、はいはい、思うがゆえに、うん、あー来たリーチ、いや違う、うん、9万短期チートイドラドラ、これツモ上がりですよ、ツモ上がりだ、ツモ上がりだったけどこれ振り込みに回るケースもあるわけですよ、ある、うん、ここで2戦3球ですもんね、そうですね、はい、追いつかれた、こういうものこの一手遅れがきついんですよ、うーん、ウッパーソー対ウッパーソー対キュッソ、だから藤原さんも良くなくってことですよね、でも藤原さんは我慢します、絶対我慢しますってことは、これは痛み分け濃厚、藤原さん絶対やります、そうでしょ、なんでこんなの掴んじゃうの、切りたそうだ、ただ切らない、藤原は切らない、
いや藤田さんこういうのあんま切らないですね、うん、切らないことだけは分かる、うん、何を切るかだけですよね、うん、ただ他に何かありますこれ切るの9番、うん、9番一回保留したこれバーソー対決は順からはいまあ古橋さん助かりますあ来たカンチーソーの役割あ第4の男が来た1枚ある100100ですウッパーソーはどれだけ願っても山にはないチーソーがあるぞドラトイツにこだわった佐々木の上がりがあるのかスーチーソーだと今拾ってましたねなるほど、はい、ただそしたらウーソーが遅れるか無理かああチーソーだー勝負はついた魔王見事これはなんかすごいうんいい上がりですね、はい、タンヤオドラドラ5200の一本場5500佐々木食らいつく100ポイント目指して食らいついてきたいや古橋もちょっと肩が落ちましたね今スチーマンのやっぱ上がりが見えてるだけにほんと出し入れだけですようん、難しいですよあそこは難しいですよ僕もこうやってレクチャーするように言ってるけど、はい、自分でも高め狙っちゃうときしょっちゅうありますからね、うん、でその裏目を送ったときはこのパターンじゃないやつだったとこれは唯一ここだけ引けないパターンかなって思い出すんだよねなるほどね考えたこともないやないですか、はい、マジでマジで嘘でした引くなと思ってますよゴロチだな3000、6000あるなさあ佐々木親番ですっごいハイパイですねこちらが西川おお来た三層切りだ、頭が欲しい決めたってことですかそうですね一気通貫固定しましたねベンチーソーそして藤原古橋の争いはどうだこちら藤原ドラ1あるだけに減点復帰十分あり得る、うんありね、はい。藤原さんね本当は今ウッパーソのどっちかのあたりを確信したかったんですよねあそうしてると、うん、その我慢してるからこの曲いけるんじゃないかって確信に変わるんですよね後押しになる、はいうん、うわ来たぞ、うん、チーソーは2枚残っているさっきも上がったチーソーだただ藤原さんのパッソー我慢はこの曲につながる可能性はありますよねがしかし魔王魔王が先んじるペンチーソーの一気通貫リーチきたただ藤原の手はいいあチーソーちょっと危ない危ないこれ三層が現物いやこれ危ないよ、うん、うわやめてよいやでも本当にまっすぐ行くんだと数ワンとかにもなりますかうわーやだ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 チーソーはやだよいやチーソーはないような気がしますねチーソー打つんだと三増になりそうですね数ワンも怖いパーワンドラーピンズも全く無筋うわ数はまっすぐだとまっすぐお見事これは一番強気で素晴らしい一打ですねこれはいい一打だと思います、はい、来たあどんなこれどう選択しますか第2問いやもう小そうですよこれ第2問数万いっちゃったら小そうですよ、すごいでしょすげえマジですげえ藤原さんの実力は侮ったらいけないと思いますよなんで相当やっぱジャン力高いですからねなんだこれだって勝俣山田博が教えをこうてた人ですよなるほどこりゃすごいよすごいなあ
これ勝負パーファンじゃないですか、これ多分。これ皮肉なドラ重なりありますね。うん、ただその可能性は1個しかないか。 Q1 がだいぶ見えてきたんで、もうカンパワンはもう薄いって思ってるんですよね。ワンチャンスぐらいですか。カンパワン待ちはないって思ってるんで。それでいやーすごいよ。いやすごい、天才です。すげー。いやーこれはね、ほんと YouTube 行きですよ。そして闇天、うん、素晴らしい。いやこれはいい一曲ですね。藤原さんの実力はいかんなく発揮されてる。これはお見事だね。これは見事です。これは素晴らしい。いや数万は、うん、なんかまだ、はい、ちょっとは、うん、こう理解できるというか。これはいい曲になりましたね。ローよ、これ上がらせてあげたいね。上がらせたい。もう、まあ、人ってそういうもの、うん、これ上がらせたい。いやそれはもちろん佐々木のことも大好きですが、でも麻雀というゲームはね理不尽だから、はい、こんだけ頑張っても上がりこない時ありますからね。ありますね。これはいい、やいいテンパイですよ。さすが、さすがよ、さすがよ藤原。いいですね、お金取れる麻雀ですね。これはがまたなんかちょっと、これは素晴らしい一曲見せてもらいました。タンヤオピンフ2000点の上がりで何の4曲が終了、うん、これはすごい一曲だ。さあ4回戦はトップから西川、続いて藤原、うん、佐々木、古橋の並びで終了しました。はい、以上をもちまして、本戦 S リーグ第9節 D 卓すべての戦いを終了いたしました。ただいまから選手を招いてのインタビューに移ります。準備に移りたいと思います。さすがでしたね、うん、いい曲でしたね、はい、いろいろメモもしましたが最後のそれをやっぱり聞く、うん、ここなかなかね2000点でこんなに感動させられないですよね。本当にすごい。盛り上がってますね。コメントが、うん、日吉かっこいい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。はい、ということでまずは対局を終えた古橋プロと、藤原プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではちょっとまだ熱が熱いうちに藤原プロ、はい、本日の対局を振り返ってみていかがだったでしょうか。うん、最初ちょっといけるかなと思ったけど、ちょっとあのなんていうかな、何にもしてない佐藤君のやりだけですね。あれそば店だったから瞬間嫌だったけど、まあそこまであの2人リーチ3人リーチに勝ったんで、まあ当たるまで1回押そうかなと思ったら1万2000が痛かったですね。でオーラス、そこからあの古橋君との勝負に切り替えたんだけど、あのちっちゃいピンフのみをテンパイを取ったのが1326引ける範囲で77打ってもう死亡しました。ただね、うん、4回戦のラス前とオーラスはすごかったですね。復発は2件に当たりで、うん、あれ最後にしたのはペンチストの1通リーチなんで、うん、見事な手順でしたね。なんか危機感を感じると腹くくるとなんか、うん、見えてくるんですよね。まあしかしすごい当たり前大絶賛です。当たり前掴むと思ってるからリーチ打たないし、うん、今の本当に数万ローマン切りはちょっとあまりにもかっこよすぎたんですが、たまに冴えてる時あるんだよね。一年中冴えてるとね。YouTube 上げてもいいぐらいの曲でしたよ。これ最近でね減ってきたのね。年に数えるほどしか。あのスーパープレーが出ないんで、ね、いやスーパープレーでしたね。ちょっとリーチはやりすぎですか最後。あれリーチすると浮くのは分かってるけど、はい、まあはい、もうその、うん、今日は古橋君ラスのまま、うん、あれあのラマだったら西川君がパーピンを切ってくれんじゃないかなと思ったの、うんうん、僕安そうだから、うん、西川君一人浮きだし、うん、もう藤原さんパーピンどうぞって古橋君は打たないけど西川君ならと思って、はい、沈みの2着でもいいなと。今日多分古橋君よりちょっとマイナスが少なくなったと思うんですよ、うん、はい、計算上、はい、
うん、まあマークはしてましたよね途中から結局、うん、まあ後期争いのお友達は多い方がいいんで、うんうんうん、ほらねお友達作りうまいでしょ作り行ってるでしょという話も途中で出ましたね。はい、ありがとうございます。続きましてはフラージプロです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。振り返ってみていかがだったでしょうか。まあ、全体的にやっぱりあんまり上がりの道は一つしかないしちょっと苦しい一日だったかなっていう中でやっぱりきっちり、3回戦にリアムピンでピンフドラドラリーチいった曲とかあと最終戦でウッパーソーでリーチいった曲とかああいった、難しい、まあ、難しいというか選択があるところを強い人はやはり正解してリアムピンのところはサブロッキーマンで上がり拾えてる可能性もありますし、まあ、ウッパーその時は、まあ、単用 E ペコーでスチーマンでリッチ打ってつま上がってる人も、かなりいると思うのでちょっとやっぱりそういったバランスが、うん、まだまだだなっていうところですね。いやちょうどその話を瀬戸熊さんがしてるんですね。僕ね一番見てほしいのはウッパーソラスマイのウッパーソリッチになった時に、はい、あれはあのタース選択になっちゃう前にローソー払っとくと、そうだからあそこが欲になっちゃう。あの難しいんだけど、あそこは何回も見返すと、あここはいい判落とさなきゃいけない局面だなって多分つかめると思うんで。そうですね。だから古橋のいいところはその高打点を目指す姿勢はすごい良くて、あのダブナン本一に切り替えた時も。素早いプレーなんだけどその次の段階に入った時に自分が悪くなった時に今度達成選択で一回違反落とす、はいうん、この出し入れだけだと思いますね。あとはね、うん、ただ課題をもうそれがなんか自分でしっかりとその瀬戸駒さんがちょうど言ったところと自分が思ってたところが分かっててあのパーソーは残しちゃいけないなと思ったんですけど、やっぱドラ引きの保険だけかけてチーソー引きだったから本当は切っちゃいたかったんですけど、だから普段からそこはディスカッションしてるんで、でも本人はすごい分かってるんですよね。ちょっとでも切れるようにはなってきたんですけど、今日はちょっと安全というかドラの、ドラ引いての2003球っていうシンプルなやつ目指しちゃったんで、まあ、ちょっと反省点、ね、点数合わせにいっちゃう場面はありますけどね。そうですね、ちょっとでもメンタンともイーペーコンも値段一緒ですからね。そうなんですよね。チーピンだとどうなんだろうなっていうのもあったんでちょっとあれは難しかったんですけど、確かに先にローソー打って2本落とすっていうのはちょっと一つ勉強になったんで次は大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、それでは成績をご覧いただきましょう。本日は、フラッシュプロがマイナス 31.3、 藤原プロがマイナス 22.4 という成績となりました。残りいよいよ2節となります。ご覧いただいているファンの皆様にメッセージの方お願いいたします。まずは藤原プロからお願いします。ちょっと昨日 の対局を見ててみんな踏ん張ったんで、でもまあ今日プラスすればほとんどだいぶ安全だなと思ったんですけど、まあ負けることも想定内で、まあ、その場合は、まあ、フラッシュ君と一緒にっていう、まあだからまあ今日はまあ負けたけども、まあ一応まあ最低限のラインは守ったんで、残り2節どうせ怪人との直接対決だらけなんで、来多分次は石渡君と立川君で最後順位順なんで、まあ、残り2節自力で、負ければ落ちるし、はい、こらえれば残るっていう、まあ、非常に分かりやすいけど厳しい、はい、残り2節ということで、まあ、また調整して頑張ります。なんかね、最後のオーラスの1曲がついに出る藤原さんであれば楽勝だと思いますけど、ね、なかなかねたまにしか出ないんですよ。もういやめちゃくちゃ本当久しぶりにすっげえもん見たなと思いましたよ。すごい曲でした。はい、ありがとうございます。続きましてはフラッシュプロお願いします。はい、残り2節もうあとは勝つしかない、まあ、負けなければいいんですけど、気持ちがそうなってしまうと僕は多分うまくないのでダメだと思うので、もう残り2節勝って、残留決めるように、しっかりともう来週なんで、体調整えて、しっかりと強い気持ちで臨みたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ということで藤原プロとフラッシュプロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。
疲れ様でした。失礼します。はい、続きましては佐々木プロと西川プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまず佐々木プロから本日振り返ってみていかがだったでしょうか。緻密、はい、評論家2回、はい、見ました。あれ3時切り早かったですね。もう1,3,4 以外上がってますね。しかも藤原さんが関数のテンパ外した瞬間なんですよ。あドラドラでドラさん、さすがに想像の受けは良くないから単用ドラさんで、そしたら三層だけこぼれたみたいな。そうなんだ、神でしたね。新一評論家もそうですけど、はい、今日は手役もよく決まあ、上がれたのももちろんありましたし、はい、上がれなかったのも含めてよく手役が決まってたかなというような印象でしたが、もともとそういうタイプなんで、はい、決まればバッといけるんじゃないかと思って、まあ、残り3節だったんですけど、うん、まあ、30ぐらい最低勝てればなと思ってやってました。はい、はい、こう1回戦の途中からエンジン完全にかかり出してカンパーマンとかのリーチもガンガンいって、あの辺もなんていうかな、その手役派とガラクタ派をうまく融合させてたかなというような感じでしたが、攻めはいつもより強くしようとかそういう感じはあったんですか。まあ、そうですね、勝つためにやっぱ少し踏み込み深くしていかないとと思ってたんですけど、うん、今日集中してましたよね。でもね、相当、うん、そうですね、うん、はい、初戦で大きく浮いて2戦目でマイナスしちゃって、また3戦目でこう大きく取り返したあたりなんかもう本当にちょっともう怖いぐらいの感じに見えましたけど、まあ、最後ね、うまく締められればよかったんですけど、うん、どうでした、それこそ本当に2回終わって30ぐらい打てて、トータルが70ぐらいになったと思うんですね。で上を見るためにはもう10でも20でもプラスしたい中で迎えた4回戦でしたが、うん、まあ、1回戦目の時それをかなり強く意識しましたね、うん、だから、まあ、100とか100もっと行ける可能性があるから、はい、で、まあ、2戦目でちょっとへこんじゃって、うん、3戦目でバッと来たんで、うん、あのですから中短期が失敗したイーマン3番、136か、うん、まあ、ああいうとこもなかなか難しいですけどね、うん、1回上がってっていう手もあったと思うんですけど、うん、まあ、どうだったかわかんない、中期ったらどうだったかわかんない、あれ結局西川さんが上がったんでしょ。そうです、チームがばらけちゃったんですよね、うん、でも山一あったんですけど、うん、山一ありました。最近魔王って呼ばれてるじゃないですか、はい、魔王の方がお気に入りですか。魔王はいいですね。だるまから魔王ちょっとランクアップしすぎじゃないかっていう話ですけど、だるまなんかね、すごく転びそうじゃない。はい、うん、魔王どういう感じですか。なんかすごい強そうなイメージあります。今日ずっと二人で魔王って言ってた。ありがとうございます。そのだいぶ広めました。本当マージャンでしたね。今日は見れますから帰って。ごゆっくり見てください、はい、ありがとうございました。続きまして西川プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。振り返ってみていかがだったでしょうか。うん、今日あのずっとリリオってツイッターとかで言ってくれた方がいて、うん、なんか褒めてもらいたく頑張ったんですけど、まあ、あのたまたまちょっとかなり紙一重だと思うんですけども、プラスできたんですけども、ちょっと今までの中では自分的には一番納得感のある麻雀ができたと思ってます。今日もしっかりとこう、はい、攻めの強さを存分に見せていただいたかなというような印象でしたが、そのあたりは攻めの強さですか。はい、攻めの強さ、うん、藤原さんの槍にリャンマンを押せたのはちょっと良かったんですけど、うん、あそこはちょっとあのチュンタンキン、あ、ごめんなさい、2回戦だっけな、はい、虎の 7ですね、地層7層泣いて一気通貫のチュンタンキになったやつ。はい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 、まあ、うん、ションパイのシャー切ったやつですね。そうですね、で地獄のチュンにしたやつですね。シャーは久里さんとかにあると思ってたんで、もともと良くないと思ってたんで、ただ押せた、リャンマン押せたのはいいんですけども、町を初短期の人来たかったなっていうのがちょっと、うん、まあそういう、まあ、結局良かったところと、あ、失敗したなっていうところがいっぱいあって、はい、まあでも総じて納得感ありました、ね、うん、今日の西川さんだったら、あの7夜航路は4ホールできましたね。あ、そうでした ね、 あ、ね、ちょっとダサい。それまでやってましたもんね、ずっとね、そういう風に。そうなんですよ、あそこちょっとフレアスさんにひよっちゃってダサいなと思いながらやってたんですけど。いや普通なんですけど、今日の西川さんだけは4ホールなりそうでしたね。トイトイね、刻む曲に。そうですね、かっこ悪いと思ってました。いや、かっこ悪くはね、普通なんですけどね。うん、それこそ1回戦のトイ曲で、はい、最初イーマンポンした時ありましたよ、はいはい、ね、でピンズ66に7持ってきて7つもぎったじゃないですか、はいはい、あのもう瞬
の形は見ずに。あれはですね、はい、そう、まあ受けれるっていうのもあるんですけども、トイトイにしないとあんまり意味がないなと思ってて、でフラッシュさんの打牌が早かったんで、はい、マンズに見せつつも、ちょっとフラッシュさんがドラのシャアだったと思うんですけども、うん、固まってるっていう風に、すごく感じたので、ちょっとフラッシュさんに制約を与えたかったっていうこと込みでの話で、まあ最終形もああいう風になってる形だったら、うん、十分と思ってたんですよ。で、まあ、トイトイになる形はよくあると思ってるんで、ただちょっと古橋さんがリーチ来たらすぐやめろっていうのは前もって決めてました。うん、なるほど、はい、そんな感じでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは成績をご覧いただきましょう。はい、本日は西川プロプラス 26.0、 佐々木プロプラス 27.7 となりました。残りいよいよ2節となります。ご覧いただいているファンの皆様にメッセージの方お願いいたします。まずは久さんからお願いします。まだ上は見れると思いますんで、まあ最後ね、多分直接対決までいかないかもしれないけど、多分条件がいろいろある大会戦いになると思うんで、はい、最終節まで頑張ります。はい、ありがとうございます。続きまして西川プロお願いします。はい、私の実説が相当相当なメンバーなんですけれども、まあ今日もそうなんですけれども、いろんな方に、ちなみに前田さんと麓さんと荒さんなんですけれども、まあ大変だねっていうふうに言われるんですけども、まあそういうのをこういう場面でやれるのは本当に幸せを持ってるんで、まあどこまで通用するかを一生懸命やって、戦い抜きたいと思います。どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで今お話にあった通り、次回の A2 リーグは12月4日、対局メンバーはふもとプロ、前田プロ、西川プロ、荒プロとなっています。先頭でやるね、ちょっと不利ですね。じゃあね、まあ、稼いどかないとね、4位ボーダーになっちゃう可能性ありますからね。前田さんとの争いにまずなりそうですよね。前田さんはこういうときたいですね、そうなると。はい、じゃあこちらの放送も楽しみにということで、まもなくお時間となります。瀬戸川さん、本日解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送も楽しみに。本日はこのあたりでお別れです。それではさよなら。あ、そこれか。